ご機嫌いかがですか？心理考察担当のキメちゃんです。メタ考察担当のミコちゃんだよ。ミコトが風邪をひいてしまいましたね。その時に見た夢で、ミコトと葵の出会いがわかったんだよね。過去の不誠実、それがミコトと葵を繋いでいるとは。お互いに友愛とは違う感情を持ってるよね。最終的にこの二人はどういう関係になるのか、見届けなければなりませんね。発熱の症状が出て3日目。一緒に住む家族と、お隣さんの幼馴染みの手を煩わせながら。私はなんとか生き延びていた。久しぶりの体調不良は、想像の30倍は辛かった。正直、生命の危険すら感じた。風邪ってこんなに辛かったっけ？ピーク時よりも落ち着いたとはいえ、まだ微熱が引かない。体がだるい。しんどい。明日は学校だから、早く治したいんだけどな。みこと、お客さん来てる。は？いや私全然部屋着なんだけど。開けるわよ。髪の毛とかボッサボサだし。あ、ちょっと。お邪魔、します。あ、葵くん。ごめん、心配だった、から。いや、私こそごめん。本当は今日ラーメン行くはずだったのに。そんなの別にどうでもいい。いつでも行ける。というか寝たままでいい。すぐ帰るし。そう？体調、まだダメそうだな。だいぶマシにはなってきてるんだけど、まだちょっと熱ある。明日も、休んだ方がいい。下手に無理するとぶり返すぞ。でも、明日の分のノートは、ちゃんと、取っておくから。へ？あ、わかった。頑張るから。そっか、ありがとう。じゃあ、このまま変わらなかったら明日もお休みする。ノート、よろしくね。あ、これ、見舞い。あ、チョコだ嬉しい。スーパーで買ったやつ。だけど、どこで買ったって美味しいものは美味しいもん。ありがとう。どうかした？いや、お前の部屋、初めて入ったから。ごめんね、汚くて、掃除してなかった。皮肉か？え？うちの方が汚い。それはそう。私は基本的に健康で、ほとんど学校を休まない。遅刻も早退もしたことないし、だいたいしっかり学校にいるから。明日私が休むと、葵くんは中学以来初めて私抜きで学校に行くことになる。まさか、彼が自分からそれを言い出してくれると思わなかった。正直とても嬉しい。私は、葵くんに普通に学校生活を送ってほしいしそれを楽しんでほしいと思う。けど大丈夫かな？杞憂であればいい。余計なお世話であればいい。私なしでも彼が楽しく過ごせたのなら、寂しさなんかより喜びの方が勝るから。でも、不安だ。正直まだ、うまくいく様子が思い浮かばない。他の友達にお願いしておく？けどせっかく葵くんが自分で行くって言ってくれたのに余計なことをするのは。何事もありませんように。そう祈りながら私は布団を深くかぶった。みことちゃんおはよう。いぶき？彼は退場させられたはずでは？まあ、個別ルートに入ったからって別のキャラクターの出番がなくなるってわけじゃないよね。すごく嫌な予感がしますが、様子を見ましょう。おはよう、いぶき。休みはありがとうね。もう絶好調なの？ある程度は。まあしばらくは放課後遊ぶのは控えてさっさと帰るよ。病み上がりだしね。僕がまた看病してあげるから熱ぶり返しちゃってもいいよ。言い訳あるかい。おはよう。あれ、葵くんおはよう。朝会うの珍しいね。荷物持つ、重いだろ。もしかして待っててくれたの？持つから。あ、ありがとう。ノート、休んでた分。
ありがとう。ちゃんと全部授業出てたんだね。出た。よかった。今日？うん。昼、一緒に食べよう。そうだね。ね。私今日唐揚げおにぎり。いいでしょ。ん？葵くんは？ん？葵くん？明日も。ん？明日も、食べよう。いいよ。約束、絶対。うん。この後も、葵の様子はおかしいままでした。その後、ミコトは自分のジャージがなくなっていることに気づいたよ。ミコトのものがなくなり始めたのは葵と仲良くなった頃だったそうです。ある時、ミコトは引っ越した友達からもらった大切なシャーペンがなくなってしまったんだ。それを葵に話したところ、筆箱の上にそのシャーペンが置かれていたそうです。まあ、葵が盗んだんだよね。ミコトも盗んでいる犯人は葵だと思っていましたが、今までずっと言い出せなかったようです。とはいえさすがにジャージはなくなったら困るから、ミコトはどうしようか悩んでいたんだ。ああ、どうしよう。どうやって葵くんと話をしよう。あんまり面と向かって言うのははばかられる。でも、彼は遠回しに言われた方が余計に傷つきそうな気も。今までの分も含めて、一回ここで清算しないといけないし。でも今の葵くんのメンタルでそんなことできるかな。そんなことをごちゃごちゃ考えながら、階段を降りようとした。瞬間、後ろから強い衝撃に襲われる。ふわり、体が宙に浮く。え？とっさに頭をかばうために受け身を取ろうとして体より先に足がよろしくない角度で着地した。痛い。そのまま正面から思いっきり倒れ込む。痛た。大丈夫か？あ、葵く。行った。保健室、に。慌てて駆け寄ってきた葵くんに体をひっくり返される。彼は私を抱えようとして。そのまま、止まった。あ、葵くん。大丈夫だよ。私歩けるから。肩貸してよ。ね。ほら、葵くん。大丈夫だからさ。私重いし。重くない。全、ミコト、は、重くなんか。あ、葵くん。結局廊下でもだもだやってる私たちを見つけた体育の先生に担がれて、私は保健室に連れて行かれることになった。怪我自体は全く大したものではなかった。ひねった足も冷やしたら良くなったし、打ったところは少しあざになっていたけれどこれもすぐに治るだろう。それよりも。あの、高橋さん。お姫様抱っこっていうのはね、される方も体重のかけ方とかにコツがあるから難しいのよ。はい。だからね、あなたはそのままで全然大丈夫だからね。はい。優しいフォローが、なおさら胸に刺さる。最終的に私は、ここで一番ダメージを負うことになったのだった。あれ？葵くん。帰っちゃったのか。多分押しちゃったの葵だよね。彼は何かに気を取られてミスをしますからね。ジャージの剣を離そうとして力が入ったのでしょう。普通なら怪我をしたミコトを置いていかないもんね。普通の状態じゃないってことだ。話をしないと、と思ったんだけど、彼はいつの間にか帰ってしまっていた。本当、どうしよっかな。ミコトちゃん。あ、いぶき。一緒帰ろ。うん。それでさ、昨日必死にレベル上げてたんだけどね、寝落ちしたら充電切れちゃってたの。うわぁ、最悪じゃん。本当だよ。泣いちゃうかと思った。あれ、電話。葵くんからだ。ごめん、いぶき、電話出るね。もしもし、葵くん、どうしたの？もしもし、聞こえてる？みこと。はい。葵くん。ごめん。短く言い切ったかと思うと、勢いよく電話は切られた。携帯にはいつものトーク画面が広がるだけで、どれだけ呼びかけても返事はない。もう一度、通話ボタンを押す。着信音が流れるだけで、何も起こらなかった。どう、したんだろう。明日聞いてみよう。嫌な予感を必死に押し殺しながら、私はスマホをポケットにしまった。嫌な予感は的中した。葵くんは、次の日学校に来なかった。
何度連絡しても、返事がない。既読もつかない。葵くん。行かなきゃ。彼に会いに。苦しんでいる友人を。葵くんを、放っておくなんて私にはできないから。葵くん、お見舞い来たよ。鍵が開く音だけした。初めて会った時と一緒で、なんだか笑ってしまった。お邪魔します。体調崩した。布団を頭までかぶったまま、小さく彼が言う。大丈夫？気持ち悪い。頭も、痛い。風邪。風邪ひいたんだと思う。薬飲んで、寝てれば、治る。別に、別になんてこと。葵くん。いいの？私、このまま帰っても。別に咎めようと思ってきたわけじゃないよ。困るか困らないかで言うと、まあそんなに困ってないし。でもさ、それが葵くんにとって体を壊すほどのストレスになってるならなんとかしたいじゃん。葵くんが学校来てくれないと寂しいよ私。嘘つけ。別に、お前には他にいくらでも友達なんていて、付きまとってくる幼馴染もいて、誰かに嫌われてなんかなくて、家に帰れば家族がいて、それで。そうだね。私は学校で人と会ってるし、今日は葵くんの方が寂しかったもんね。言い方間違えた。ごめん。あ、でもつまんなかったよ。今日、それに、心配だった。ごめん。葵くんがね、何を考えてるのかは私にはなんとなくしかわからないの。それが正しいのかもわかんないし。だから、教えてよ。長い長い沈黙の後、彼は布団から顔を出した。寂しい。夜が、寂しくて、怖くて、頭おかしくなる。お前のもの持ってると、安心する。一人じゃない、気がして。たくさんあると、心が落ち着くんだ。囲まれてるから、寂しくない。みこと、寂しいよ。ずっといて、帰らないで。それで、そんなの。葵くんの寂しさには再現がない。生きている人間である以上、私が彼の心を四六時中埋めることは不可能だ。私には、私の生活がある。多分、そんなこと彼が一番理解しているんだ。どうする？ミコトの言う通り、ずっと一緒にいることは不可能です。それこそ、ほとんど監禁のような状態でもない限り。ここで受け入れてもいい状況にはならない。ここで話し合えるようならまだチャンスはある。それを確かめるためにも、思っていることを伝えましょう。だから、私は向き合わないといけない。ちゃんと正面から、彼の秘密と。葵くんが、一番わかってるんだよね。そんなことできないって。ねえ、葵くん。葵くんは、どうしたいの？私、わかんないよ。あ。そんなことわかってんだよ。お前何しに来たの？説教しに来たのかよ。頭おかしいってわざわざ指摘しに来たのか？人の体操服盗む気持ち悪いストーカーのこと罵りに来たんだろ？葵くん私は。うるさい。できないじゃねえんだよ。いろよ。お前が勝手に押しかけてきたんだろ？今さら勝手に失望して距離を置こうなんて身勝手にも程があるだろ。自分はいくらでもよそに男がいるからって、面倒になったからって、今さら。姿勢を上げながら葵くんが私を突き飛ばす。何が起こったのかわからなくて、そのまま私は尻餅をついた。いた。あ。うるさい。うるさい。葵くん待ってってば。うるさい。もううんざりだ。優しくしてやってるふりで、俺のこと陰で笑って、キモがってたんだろ？わざわざ、家まで来て、
バカにしやがって。死んじゃえ。死んじゃえよお前なんか。伸ばそうとした手も、合わせようとした視線も、ガムテープに遮られる。葵くんには、もう何も届かなかった。ああ。しまわなきゃ。早くしまわなきゃ。ああ。逃げちゃう。逃げちゃうから。いっぱい。いっぱい貼らないと。ベタベタに、ぐるぐる、しないと。いなくなっちゃう。みこと。なんで？なあ？あ。ああ。ああ。あの選択肢でこうなるのなら、もう幸せな結末は難しそうだね。葵の願望を叶えるのなら、もはや逃避行でもするしかありません。しかしそれは、自分たちも周囲の人間も不幸にする決断です。どこかはわからないけど、ミコトのものはどこかにしまわれていたみたいだね。道理でミコトが掃除をしに来ても見つからないはずです。でもさ、物って普通は逃げないよね。おそらく、葵は逃げられたことがあるのでしょう。母親のことかな？どうも葵には、まだ秘密がありそうですね。ここまで視聴してくれてありがとう。葵の秘密が気になる人は高評価とチャンネル登録をよろしくね。それでは、また会いましょう。